登録者数1000人の初収益は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。マジでお疲れ様です。2月8日になんとかこのチャンネルが収益化しまして、おお、やりましたね2月の収益が確定したんですよね、はい、1000円ぐらいですかねどんな感じなんですか、わかんない。まあ、とりあえず、登録者1000人のクズチャンネルが、クズチャンネル、はい。登録者1000人の段階でどれぐらい入ったのか、収益が。ああ、はい。あ、それが、はい、ありがとうございます。はい、これですね。あ、一番、右のやつ。あ、右、残高ってやつですか。はい。あ、おー、すごいね、これ。意外と入ってんだ、ね。あ、ほんまに？そういう印象ですか？いや、そうですね。僕はもうちょっと、お金なんて入ってこないんじゃないかな。300円とかかなと思っちゃって。とりあえず、いくらだったか。発表しましょう、じゃあ。はい、はい。登録者数1000人の初収益は6456円になります。いや、いいね。あんまり。え、そんななりました？思ったよりありました。プレステ4のソフト買います、これ。ちなみに、これ、はい、収益化ができたのが、2月8日なんで、はい。あ、2月8日なんですね。2月8日から2月28日の21日間か。あ、そうか、はいはい。の、が、それなんで。はい、あ、そうか、1ヶ月も経ってないから、ね。そう。一応、30日換算すると、9223円か。あ、30日換算だと、そのぐらいもらえたんですね。まあ、そのぐらい、はい。あ、1万いかないぐらいですね。すごくない？よく頑張りましたよ、本当に。はい、いや、僕の力じゃなくて、本当に、上田さんの編集があっての、僕なんで。まあ、それで見てくれてる人ですね。あ、本当そうですね。視聴者さんの、皆さんのおかげですよ。いいね、6000なんぼ。ちなみにあれなんですよ、これ。はい。8000円から下ろせるんで、下ろせる金額の最小が8000円なんですよ。うわ。なんで、まだですね。だから、うわ。3000円ずつして、飯食うみたいな、まだできないですね。はい、2月の初めから収益化なってれば、9000円ぐらいにはなってたんですよ、ね。まあ、下ろせましたね、正直で。もう全然ね、もう次がもらえると思えば。はい、これ、どう分けたらいいんですかね、これ。はい、僕が下ろして、半分渡すじゃないですか、神別くんに。それは、税金僕どうしたんですかね。まあ、例えば1万円収益やって、はい、まあ、半分5000円株式に渡すじゃないですか。ああ、すみません。でも、株式に渡したっていう証明がないんで、ああ。僕1万円分税金払うことなんですよね。はい、あ、なるほど。で、会社持ってるわけでもないんで、まあ、仮に年間100万稼ぐとするじゃないですか、はい、YouTube で。はい。で、株式に50万渡すじゃないですか。はい。その時僕100万分税金払うことなんですよね。すみません、ちょっと税金に関してちょっと詳しい人、ちょっと、どしどしコメントお願いいたします。ちょっとどうなるんですよね、はい、確かに。まあ僕の税金が増えるのは、まあ最悪いいとして、むつくんこれ、申告してくださいね、これ。あ、確定申告。あ、承知しました。はい、まあまあまあ、みたいな感じで、ちなみにですけど、この3000円どうするんですか？ 3000 円どうしましょうね。ちょっと、焼肉食べ放題。はい。まあ。好きに使ってください。焼肉食べ放題行きたいです。嗅覚の、はい、一番安いコース。それ3000ぐらいでいけるんですか？多分2800か900ぐらいで、はい、多分ギリいけるんじゃないか。はいはいはい。じゃあまあ来月。来月本当にね楽しみですね。でも、はい、皆さんね3月の収益もお楽しみにしていただければと思います。はい。よいしょ。ありがとうございます。